安藤さんは CNN のメインキャスターを務め、俳優、映画監督の奥田栄二さんと結婚されました、長女は映画監督の安藤桃子さん、次女は女優の安藤桜さんです。現在は教育問題や自身の介護経験、食などをテーマにした講演会やトークショー、情報番組のコメンテーターなど、幅広くご,ご活躍中です。えでは早速、お話を聞いていきたいと思います。 ここからは秋田大学大学院医学系研究科長医学部長の。羽淒智則先生に進行をお願いしたいと思います。羽淓先生お願いいたします。はい、ええ、ここからの司会進行させていただきます。羽淵です。よろしくお願いします。 とということで何よりもまず安藤さんにこの,あのうつを経験された経緯とかあのお話を聞きたいんですけども去年に引き続いて秋田ということなんですが去年は12月の最初に来られたんですが昨日の晩入られて秋田どうでした かということですまだご挨拶申し上げてなかったんですみませんあの、改めましてあの、安藤和でございます、どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> え去年は確か12月でしたよね、こちらに伺ったの、その時はね、本当に初雪だったんじゃないでしょうか、こちら、で東京から来て、ああ、雪だと思って、もうすごく子供みたいにわくわくした気持ち。 それが、ね、ワクワクしたっていうのが、うん、私今おっしゃっていただいたように母の介護を10年以上やって本当にあの睡眠不足が重なってそして、まあ、あの子どもたちの子育てもまだありましたしいろんなことで自分が疲弊してしまってうつ状態が長かったもんですからワクワクとか。 こうウキウキとかそういう言葉が全く自分の生活の中になかったんですけども、雪を見てワクワクしたっていう自分にすごくあのびっくりしたっていうその記憶が一番ああ昨年は多かったですね。今年はどうですか。去年よりはさらにウキウキ度が上がった。あのウキウキは、うん、実は夜の飲み会が楽しみだったんですけど、<laughs> <laughs> あの昨日はあのなんか急遽ちょっとこう番組が2本入ってしまいまして。 えー、番組の収録終わってからだったんですごく遅くなってしまって残念ながらあのそば屋のラーメンを食べそなっちゃったんですよね秋田は、ね、本当に、ね、あの皆様との、ね、宴会のあたにこっそりあの勝手に三次会で、はい、<あの> <laughs> ラーメンとカレーライスを深夜にいただいてそれがとってもおいしくてこのおいしさが、ね、またうつの時は味わえなかったんですよ。えー 鬱つの時って本当にいろんな感覚がなくなってしまって、うん、でもねあのちょうど年も年だったんですね年も年って変ですけど <laughs> あ自分も年を重ねてこうやって感動が薄れ食べ物のおいしさも分からず景色の美しさにも感動しなくなるというふうに思ってたんですけどもあの介護うつの後の介護後うつで13年間。 はいもう自分に閉じこもってしまっていましたねそれは自分がうつだというのは、どうして分かったんですかまず最初はあの、母の介護をしているときに、えー、こういう話をしていいんでしょうか、あの夜中に原稿を書いていて、まあ、家族全員が寝静まらないと原稿を書けないんで、静かな夜にこう原稿に向かっているという庭の木が呼ぶんですよ、私のことを。 こっちに来たら楽にになるよって本当に怖いんですけどなんか木がこうメッセージを送ってくるんです私に<ー>で死っていうものを全く考えてないんですよ私自身は、うん、だけどこっっちにに来たら楽になるるていう呼び方をすすんですだからそっちの方に行きたいって思うんだけどはっと時計を見ると母の痰の休院の時間だとかお,<ー>あおむつ交換しなきゃあっ、えー、娘たちが明した4時起き だから私そろそろ起こしに行かなきゃっていうので思いとどまって結局家族のやらなきゃならないっていう問題に私は命を救われたと思ってます相当際どい世界ですがあとで内藤先生にもお聞きしたんですがそういう時はどうしたらいいんですかね。そ,ういうその時には何か こうヘルプといいますか誰か助けてほしいという感覚はありましたあそれで娘に「うん、お母さんおかしいんだけど、うん、夜中になると火が呼ぶの」って言ったら、うん、娘たちの血相を変えて、うん、なんかこうまあ居の頭も新人会じゃないんですけど、うん、なんか不思議な先生のところに連れていかれて「あなたは」<laughs> いや先生ってこういう先生じゃないんですあなたの足が地球にめり込んでますって言われてちょっと怪しいでしょ怪しいであの、えー、とめり込んでるからちょっとあのこう宇宙の方に体を上げる石を上げましたなんだかわけの分かんない石もらって、うん、でもその時はなんだかわかんないけど気分の問題だと思うんですけど、はい、なんか体がこう確かに上にこうめり込んでるのがこうなったような気がしたんで。<laughs> もうだからイワシの頭をぶら下げておいてもいいと思いますね<ー>こういう時は <laughs> もう本当そういうので救われたような気がします、まあ、ただ多分家族がいたっていうのと母がその時まだ元,、うん、元気っていうか元気ではないんですけど命があったので、はい、私自身の責任感っていうのもあったので、まあ、あの乗り越えられたのかなとも思ってます 母が亡くなってしまえば介護を打つっていう介護はないわけですからそれは終わったと私は思ってたんですよ。うんうん、で病院からその当時お薬ももらってたんですね、はい、診断を受けてもらっておられたんですね<あ>あ<れ>なぜかっていうとねお料理が作れなくなくったんです何十年もお料理作ってんのにあれハンバーグのひき肉見た時にんこれは炒めるんだっけあれどうするんだっけって分かんなくなって組み立てが、えー、でスーパーパにに夕ご飯の買い出しに行っても 何を買っていいかか全然わかんないんですで普通はメニューが頭に浮かぶんですけどそのメニューができないんです頭の中でなるほど、ね、要するに全ての組み立てができなくて文章を書くのも書けなくなってきて洋服を着る時にこの上着の上にこれをトップスを持っていくんだったら下は何色をはこうかっていうことができないだから一年中黒の上に黒の下黒の靴。<laughs> だって、一番楽ですもん、<ー>黒を着ていれば別に色考えなくていい、だからもうオール黒ずくめで髪の毛もどうしていいか分からないからずっとひっつめのまんま、うん、で,何でしょ料理の味付けもできなくなって料理の組み立てもできなくなって、一番すごかったのは生放送のニュースでコメンテーターやってましたから、うん、台本ないんですよね、ニュース番組は。 当然飛び込みのニュースが来るんで,<う>で意見っていうのは人が書いたもんじゃなくて自分が言うからう台本ないんです、ね、で飛,び飛び込みのニュースが来た時にそれまでは自分でパーッと頭の中であこのネタはこういうことでこういうことを言った方がいいなって自分の中で組み立てられるんですけど、うん、それができなくて何を言ったらいいんだろうてんてんてん言葉が見つからないてんてんてんやばい、構想事故になって <laughs> あこれは大変な問題ですね。 大変な問題ですね片付けるんだったら <laughs> コメンテーターの意味ないんですよ。で本当に落ち込んじゃって、うん、もう私コメンテーターもやめよう原稿書けないからもう本当にエッセイストもやめようお母さんもやめなきゃいけないかもお料理できないお母さんっていない。うん、である時キッチンで号泣して娘たちに「もうお母さんお料理できない!」って泣いたら娘たちが「もういい家を作んなくて,って私たちも大人だし」 みんなでどっかにご飯食べに行こうって言ってくれて、救ってくれたんです。<laughs> ああ、いい、ご家族ですけれども。夫はどうか,分か。<お> <laughs> <laughs> ちなみに、旦那、旦那さんは料理はされるんですか。家でしますけど、はい、そういう配慮がないのが昭和の座亭師で,です。ああ、私、本当にバリバリのあ。あの、料理はされるんですか。あの、上手なんですよ。あ<ー>ものすごく上手です。です なんかある時週刊誌に「男の類で連載してたぐらいでだけど<の>だけど家庭で私のためだけになんか絶対作ってくんないですもんああやっぱりうんホ<あ>やっぱりってダメじゃないですかカメ, <laughs> カメラが回らないとこう気合いが乗らないんですねあの旦那さんはなんなにカメラが回らないと旦那さんはじゃそういうことじゃないんですカメラ回る回らないじゃないんですあ,そう,あそうなんですか、はい <laughs> お客様が来れば褒めてくれる人がいるから、うん、じゃあやってやろうかって気にはなるんですけど<う>まあ私がどんなに仕事同く帰ってもなんかずーっとビールの飲んで待ってるんですよ私のことあら、ま、ご飯ぐらい炊いててくれればいいのになってでもねこれから老老介護の時代でしょそうですね、うん、もう一回ね教育のし直しをしないといけないですうちはわ <laughs> かりましたあちょっと耳痛かったでしょ。えー、そうですね <laughs> あの いうちも一緒だと言われてるかもあちょっとしどることになってね <laughs> <laughs> はいえー、っとそのうつの状態を今はすごくお元気そうなんですが脱出されたきっかけっていうのはあ<ー>脱出のコツとかあったらですねコツがあったらこんなね苦労しないんですよ <laughs> もう本当にで私が大体あの介護うつだと診断されて、はい、あの うつの原因だったら母を見送ったわけですから、うん、もう介護してないんで鬱は抜けたたと思ってたんです<ー>でで確かに料理もできるようになったし、うん、それまで全く、あのー、色の組み合わせもできなかったんですけども一応ちょこっとぐらいは前よりおしゃれできるようになったかなって思ってたので、うん、抜けたと思ってたんです、はい、ところが、あのー、ある時ですねちょうど2人目の孫が。 生まれた時なんですけども、<う>孫のこおむつ交換をまあまあしてますよね。そうするとこう母のおむつ交換っていうのはすごく失礼なんですけど、まあ辛いわけですよ。大人の排泄物は臭いし、シワシワのお尻見ても嬉しくないじゃないですか。<ー>でましては尊敬してた自分の親がこんな姿になったっていうのは切ないわけですよ。だから毎回おむつ替えのたんびになんかこう負の感情が溜まって っていたんですが赤ちゃんのおむつって本当にお尻はプリプリだし排泄、うん、物も臭くもないし <laughs> あかわいいであの介護のおむつは取れた時は見送る時ですよね。ということは悲しい結果が待ってるわけでしょおむつが取れるっていうの赤ちゃんのおむつが取れるのは子どもが成長した証ですから、うん、こう喜びが待ってるわけですよ成長の。でそのおむつ交換をして二人目の孫が半年ぐらい経った12月ですね、うん あの家で年末なんでお掃除をして掃除機かけてたらテレビでお笑い番組やってたんですでそれまで私本当に嘘ではなくて嘘笑いしてたんです、うん、あのみんなが笑ってるから笑ったふりしてる<ー>で自分が本当にお腹から面白いって思ってなかった要するにあのドキドキもウキウキもしないし楽しいわ笑いがなかったんですよ真似して笑ってるだけ。 それが大昔の漫才を見た瞬間懐かしさもあったのかこう絶対お医者さん関係の方は嘘だっておっしゃるんですけど本当に私の目にはもうパッて噴き出した瞬間に黒い塊見たのが口からポッて飛び出したように思った、うん、その瞬間にさっきまで見てたテレビを見たらカラーテレビだったんです あのねカラーテレビだったのが普通なんだけど、うん、私の目に色が認識できてなかったこれですねでそれが自分で初めて気がついたんです,す,です、うん、なんで私さっきまでこんなカラフルなものを見てなかったって言、うん、って家を見,合わたら見回したらば赤だの黄色だのいろんなところに色が見える、うん、何家の中こんなカラフルだったのって思った時に私病気だったって 私グレーのサングラスみたいなのをかけてずっと世の中見てたんだっていうことに気が付いたんです、なるほどそれがうつ抜けの第一歩だった、ね、これが第一歩だそうですが、あの先ほどご謙遜いただいた伊藤さんとか綾部さんはわかりますよ、この感覚皆んんな患者さんそういういありますかなんか治る時って。抜けるんですかねああ、まあ、あそう <laughs> あ後で質問してないんですけどね、<で>あ審<の>法におってないという感ででね、<laughs> あのそう言っておられますね、あのそういうことがあると、やっぱり人間、抜けないとだめなんですね、なんかはね抜けるきっかけって、多分、<laughs> うん、それぞれの皆さんの抱えている問題のなんか出口の一つが、うん、どっかで引っかかった時なんだと思うんですよね。うんだから それはその方のタイミングでしか分かんないことなのかもしれない私は本当に一番長いんじゃないかって、うん、あの精神科医の先生と対談したときにけ結構最長記録かもしれませんよって13年間は、ええ、あそうですね、はい、<ー>なんかね透明なシーズンの箱の中に閉じ込められてるような自分だったと思います、うん、だから家族のなんかこうぬくもりを全く感じられなかった 今はもう絶好調になりつつありますもうかなりかなりとかも本当は去年、うん、まだ多分ね23割ちょっと残ってたかなって思う気がするのは、うん、抜けたんですよだから洋服も派手なもの着れるようになったし友達と出かけることもできるようになったんですけどうん、うん、私自分から電話とかできなかったんです。 誰かから連絡が来るから返事をする誰かから誘われるからじゃあ行こうかなになるうそ、うん、の時はもうその誘われても絶対行かなかったですからでも今私自分から電話するようになったんです、うん、だから本当に完璧に抜けたのが今年の5月ぐらいかもしれないです、うん、ああど,どんどん抜けてますねまた来年来られたらもっとさらに抜けてるあっぱらっぱになってる時じゃないか <laughs> じゃあ来年もしよかったらまた見てくる <laughs> いやそうなそんなもんですかね私はそこの辺はよく分からないんですがえた、ー、ことないんですねうつ病にはいや私もですねああ自分でうつだなと思ったのは20年ぐらい前にあるんですけどねでもその時はですねもう本当にあの寝られないもう4時ぐらいから目が覚めて悶々、えー、とする時期があったんですけれども。 やっぱり、あのー、なんで治ったのかちょっとよくはそんなぽこっと黒いものが出たということはないんですけれどもそういうい時期ってありますね。あ<の><で>やっぱり寝られないってすごいですね、うん、症状の一つだと私は思います,れす、ね今は寝れ。寝れてますかあのね、最初の頃はやっぱり母の介護で痰の吸引とおむつ交換とか、うんうん、体育交換とかいろんなのがあるんで2時間も寝れないんですよね。 たんの吸引はほらあの看護師資格がないとあ<ー>あの家族以外やっちゃいけないのでういうい私しかできないわけですよだからもう目覚ましかけて小、うん、1>, 1時間、まあ、寝たかないか一時間じゃ本当寝たりしないですよね、うん、1> で1時間で目覚ましになってあのいろいろ作業をして戻ってきてもすぐ眠れない睡眠薬みたいな睡眠導入剤だけいただいたんで<お>それを四分の一ぐらいこう。 口に入れて <laughs> 無理やり寝かしてまた1時間後に目を覚ますという繰り返しをしてたのた、ね、あの母を見送った後も2時間起きて目を覚めるんですあれは、まあ、本当に見事に2時間もしないで目を覚めちゃうんですんでそれですっごい長いこと睡眠不足に悩んでいて本当にごく最近立て続けにとか4時間とか5時間とかは眠れるようになりました。あ あの今回も眠れない途中で目が覚めてそこから寝付けないっていう、うん、あの今日今日あの聴講されてる方々からいっぱい来てるんですが、うん、皆さんあの私は眠れてるという方ちょっと手を挙げてもらっていいですかあやっぱり少ないあの実はもっと十分に寝たいという方おられますか私もそうなんですがあ。 やっぱり日本人は寝られないということで三島先生とかあの、えー、内藤先生、仕事忙しいですね、やっぱり眠れないという人、多いんですよ、ね、<laughs> なんか世界の統計でも日本人の睡眠が一番短いって、ねね、出てますもんねあの先ほども紹介、あの出ておりましたけれども、うん、これだけあの眠れないで悩んでいる方がおられるんですけれども。あの まあ、難しい本読むと、すぐ寝れるんですけどもね。<laughs> それがまた、あの、夜になると寝れないという。あのそうなんですね。そうですね。あの、一日中難しい本を読んでいると、ずっと寝てんじゃないかなと思うんですけど。<laughs> はい。えー、っと、あの、安藤さんが、その。今も、この。眠れない時に、眠るコツって、何かありますか。眠るコツですか。うん、寝る前に。うん、えっと、自分で、軽い体操をして。 あ私必ず朝起きた時と夜寝る前は、うん、えと入浴するんですあのあの湯船にお湯を張ってシャワーではなくてで朝どんなに早くてもお風呂の時間を必ずとって湯船に15分使って、うん、で体の血の巡りをよくしたいと思っているので、うん、そこのの中でで自分の体と向き合うんです<ー>だからあの必ずやってるのはこう深呼吸いっぱい肺に。 あの酸素を取り入れてちょっとしばらく息を吐かずに大体いい15ぐらい数えてゆっくり息を吐いてっていうのを何回か繰り返して足首手首をお湯の中でぐるぐる回すと時々引っかかるんですね足首がだからあ今日は足首ちょっと気をつけようと思って足首の周りをマッサージするで自分のヘッパー伝血栓症気がついたのはこの指のマッサージ施設激痛が走ったんですよでななんんでこんな激痛走っっててると思って あのー、今もこの,この指とこの指危ないんですベ、ね、キベキって痛いところが見つかるんですなるほどで自分の、ね、体と必ずお風呂の中で朝向き合って、うん、園下体操ああの母が誤え性肺炎で大変な思いをしたので誤え、うんうん、しないように舌の付け根の筋力体操をし、うん、あの眼ん下水防止体操のまぶたをこうパチパチやるのとあの舌出していいですか はい、あ、カメラ入ってんだこの顔をらいたくない <laughs> あ、そうですねじゃあこうやって下下、ね、<laughs> <laughs> をないこうぐーっとこう思いっきり出すのと、まあ、上の方に思いっきり突き上げるのとぐるぐる回す下の体操いいって言いますもんねそれを必ずやってあと首の氷と安藤さんやっぱりいろいろ几帳面ですねそれ毎日なかなか, A 型,だから A 型ですか <laughs> あ綾部さんもあのリラックス体操のようなのを推奨されてましたが一緒ですね、その一環ですね、あのいろいろありますねあの、肩甲骨を柔らかくしなさいとか、舌を体操しなさいとか、あの今、安藤さんはこう足首も、も、はい、足の指をこうグーパーグーパーする。あ こ足の指も体操にいいみたいですけどねあ。あと指も指先を自分の指でこう足指をマッサージする。いろいろありますね。私の健康法というのはそれででもあの安藤さん羽生ジ先生。すみません。そろそろお時間がありますので、ねはい、<laughs> こんな早い <laughs> <laughs>、ええこ。これか<の>そうですね、はい。そうですね。この後もあのパネルトークとあと質疑応答の時間もありますので、はい、あのお話し足りなかったところはその部分で。 ぜひ回収していただければと思いますもちろんあのそうさせていただきます安藤さん、羽淵先生ありがとうございました、はい、<laughs> え、さて事前に私が秋田大学医学部附属病院を視察しまして睡眠検査の様子や効果などお話を聞いてきましたえ、うん、その様子を VTR にまとめましたのでご覧いただきたいと思いますがえ準備がありますので皆様少々お待ちください 安藤さんのお話、まだまだ聞き足りないと思いますがあの、この後もしっかりとお時間取ってありますので、安心してお待ちください。 お待たせいたしましたそれでは VTR をどうぞご覧ください反復睡眠性理検査は客観的な眠気を調べる検査です過眠症という疾患を診断するために行います過眠症の診断を専門的に行える施設は東北でも数が少ないため県外から検査しに来られる方も多いですこのように 日中に暗い部屋で横になってもらい何分間で眠るかを脳波で測定しますこちらの上の黒い線が出ているのは頭につけている脳波の波形ですあの緑色の2つの線は目の斜め上と斜め下につけている眼球運動を記録していますそれから顎につけている筋電図になります 今はまだしっかり起きている状態で脳波も起きている時の脳波で目の動きが眠くなってくるとだんだんこう緩やかな動きになってくるのでそれも加味しながら判断していってます当院ではポリソモノグラフィーという検査を行っています脳波や呼吸のセンサーを装着して夜間の睡眠に問題がないかを検査します 頭の見つける脳波と眼球運動の記録と顎の筋電図のセンサーをまとめた入力ボックスになります、はい、こちらはいびきを記録するマイクに根元が離婚されることはないのであ、そうですよね <laughs> で一晩寝ていただくっていう、はい、ことになります勝手にこうもっと大きな機器とか機械の中に入ってもっといろんな重いものをつけるのかなって想像していたんですがもっと一つ一つ小さくて驚きました <laughs> <laughs> 実際に計測した波形ですこのような波形を一つ一つ検査技師が実際に読んで睡眠の状態を測定していますこの波形ではこの呼吸の動きが 止まっていることがわかります酸素フォワードのセンサーを見るとこの呼吸が止まることで血中の酸素フォワードが下がってきていることが分かりますこれが睡眠中に繰り返し見られるのが睡眠時無呼吸という疾患です睡眠時無呼吸は酸化ストレスなどを生じることで高血圧や糖尿病不整脈のリスクになることが知られています呼吸により呼吸が分断されることで日中の眠気の原因にもなります これは睡眠時無呼吸の治療に使う CPAP という機械です電源をこのように入れると空気が出てきますでこれを睡眠中に装着することで気道内を弱圧に保って無呼吸になることを防ぎます実際にボランティアの方に装着していただきます 装置をつけてみてどうでしたかはい、最初は違和感がありましたが、徐々に呼吸しやすくなってきました呼吸は苦しくはないんですね圧迫感があるので最初は慣れないと思うんですけども、徐々にしやすくなってきた実感もあります<ー>ご覧いただいたように、睡眠の検査はたくさんのセンサーをつける必要があり、患者さんも大変な検査です 最近は腕時計のように装着しているだけで睡眠を測定できるデバイスや小型の脳波も登場していますこれらのデバイスはポリソモノグラフィーと比べた精度がまだ十分でない場合がありますがセンサーが少なく楽に装着できる点や AI が睡眠の状態を判断するため結果をすぐに見ることができるといった利点があります。 私たちもウェアラブルデバイスを用いて在宅での睡眠状態を調べる研究を行っています装着してみてどうでしたか睡眠を測る機械ということで難しいのかなと思ったんですが自分で鏡を見ながら装着することができたのでとても簡単にすることができました装着時の違和感も少なかったので寝返りを打ちにくいということも私はありませんでした 普段通りの睡眠を取ることができたかなと思います当院ではこれらの検査を通して患者さんの睡眠を治療サポートしています睡眠検査の VTR をご覧いただきましたそれではパネルトークに移りたいと思いますパネリストを紹介させていただきます特別ゲスト安藤和さん そして先ほどご講演いただいた5名の方々です、三島和夫先生、伊藤恵看護師、綾部直子先生、内藤慎吾先生、高橋和也部長、以上の6名です。 え、司会は引き続き、秋田大学大学院医学系研究科長医学部長の羽淒智則先生です。羽淓先生、よろしくお願いいたします。はい、では、後半に移りますが、ですね。えー、まず、あの。各演者の先生方に質問しながら、あの、振りたいと思いますが。あの、安藤さんから何か。聞きたいことってないですか。<laughs> うん、はい、はい。 すいません、あの、今の睡眠中の。あの、機械の話からちょっと気がついたんですけど、ごめんなさい、私最近。うん、テレビを見ながら寝落ちしちゃって。はい、朝までそのまま、テレビがついていることがあるんですけど、それって睡眠的にはどうなんですか。いいすね、あ三島先生、どうですか。それやっていいですか。私も時々あるんですけど。<laughs> はい、あの。なかなかいいとは言えないところもあるんですが。<laughs> えっとまあ、テレビの、うんまあ、音ですね、うん、とかあと照明がついてると、うん、やっぱり普段よりもやっぱりいい眠りの質が悪いというかちょっと浅いんですね。なるほどねですからあの本当は、まあ、気付いたところできちんと消して寝ていただければと思いますけれどもテレビ見ながらの寝落ちというのも至福な時間だと思いますので、はいまあ、絶対だめということは申し上げませんけれども。ということで。 たまにはでもで多分古い方のテレビだからダメで、でねはい、今タイマーついてのありますよね確か。はい、あああります、ね、あれ使えばいいんですかね。素晴らしいアイデアだと思います。<laughs> 買い替えます。<laughs> でもそれタイマーをつけるのを忘れて寝るから朝までね。それ完全にボケです。<laughs> <laughs> 頑張ります。じゃああの三島先生にですね質問が来てましてですね。例えばあの不眠と鬱の関係ってよく言われるんですが。 不眠を治すすと鬱ってよくなるんですかそれともうつを治すと不眠がよくなるんですか、はい、ただ不眠だけの人もいますよねややこしいんですけれどもそうですね大体うつを経験した方は9割くらいの方がやっぱり不眠が出ることが分かっていて、はいえー、しっかりとうつ症状が出る前に不眠から始まるっていう方も結構いらっしゃるんですねで実際始まった時によく昔言われたのはうつが治れば不眠も治るっていうのうな。 考え方が多かったんですけども、うん、今、決してそうじゃなくてうつ、ん、が治った後も不眠だけが残ってしまうと、まあ、カズさんの場合にも、うん、あの少しそういう傾向があったようにお見受けしたんですが、はい、今はあの治療の時にですね初期からきちっと寝ていただくということでうつ、んうん、もあの早く治るということが分かっていてもそれは治療のテクニックとしても治療のガイドラインなんかにも載っています。なるほどね ということはうつで眠れんといってですね、あの精神科にかかるとなんか薬いっぱい出ますよね。出る時もあります。それはやっぱり全部飲んだ方がいいんですか、はい、あいやあのそんなことはなくてですね、うん、あの今は胆剤療法といって、はい、例えばうつの,の場合、抗うつ薬はやはりあの早くうつ抜けするのには役に立つということが分かっていますので、うんえー、その基本になるお薬を少なくとも一つ。 それから、あまあ、踏みもひどい場合には先ほどお話したように早めに治療した方がいいので、うん、寝るためのお薬、もしくはあ寝るためのこの認知、行動療法みたいなものと組み合わせて行う。うん、まあ、だからまあ、2種類くらい出ることはやっぱりあると思います。はい、でも、最初からあの複数のお薬を、うん、おいっぱい出すっていうのは？うん あのそれはもう治療法としては勧められていなくてですねああそういう時にはやっぱ、やはりこれで, 1> 1でそういう飲み方でいいのかどうかちょっとあの見直してみる必要もあるのかなと思います、ね、ああ安藤さんのときはどうでしたおお薬もららっておられたって私はあの介護うつだと診断された時に、うん、睡眠導入剤プラスいろんなお薬を出されたんですけども、うんはい、他の薬飲む勇気がなくて。あああの睡眠導入剤だけを、うん 自分ではあの半分にしたりとか4分の一にしたりして<ー>接種してたんですけども、うん、今考えると早く抜けるためにはどうですかね私<の>ちょっと分かんないんですけど、ね、昼間眠くなるのが怖かったんですね他の薬併用して眠気の少ないお薬っていうのも最近はあの出ていますけども、うん、あのやはり十何年っていうのは他の精神科医の方もおっしゃってたということですけれども、うん、やはり長いなと。 思います。うん、今、やはりあのできればあ半年以内にうつのけができるようにということでお薬の使う順番も含めて、うん、いろいろあの治療法というのは固まっていますのでこれからうつにもしかか,か,かっているかかるかか、かもしれないあかかった時にはですね適切なお薬を活用していただくというのも一ついい方法じゃないかなと思います。はい 次、伊藤さんにあのもう質問が来てましてです、ね、あのう,じゃあうつうになった後の良くなったとまた再燃しないようにするの注意報とか何かありますか えっとさっき私のあの発表の方でも、うん、あのご紹介させていただいたんですけども、うん、あのクライシスプランと言ってあの、うん、ご自分の不調のサインを知るっていう、うん、あのツールがあるんですけれどもこれは結構臨床の患者様にもあの 退院するにに一緒に考えてプランを立てたりするんですけれども、うん、あのそれぞれのこう皆さんのちょっと体調悪いなとかいつもと違うなとかこういうサインが出るとなんか調子崩しやすいんだよなっていうサインが皆さんそれぞれ終わりにあるなるんじゃないかなと思うんですけど、うん、それがさっき私もあの青黄色赤っていう,こう自分のプランを説明させてもらったんですけど、うん、そういったこうプランを皆様もこう自分でこう日頃 こんな調子が悪くなるとこういうふうになるっていうのを立てていただいて、まあ、その対処をちょっと考えて早め早めでこう対処していくことで、まあ、たとえ黄色になっても青色に戻って赤になっちゃうとしても黄色に戻ってっていう感じでこう最悪のというかこう体調がすごく悪くなる前にあのケアできるっていうことがすごく大切かなっていうふうにあのいつもこう自分の体調をこう。 モニタリングするというか、はい、心のありようにこう向き合うっていうことが大事かなというふうに思います。はい、いわゆる客観的に自分を見ながら、こう点数青。黄色赤。安藤さんやってますか?。もうやらなくても大丈夫です。いつも青信号。その話を私は聞きそびれているので、ちょっと後ほどしっかり。いいていた,だきたいいあ, <laughs> あの、まあ、客観的に見な、見ながらですね。自分の調子を。 今日は青だな、今日は黄色だな、今日は赤だなとやるんですけれども、あの安藤さんは今うつのはまだ改善傾向にあるということなんですが、また悪くならないような工夫って何かされてますか？いやだから自分の中でいつも市松の不安がよぎるんです。うん、またあのあ,あ,あの箱の中に戻ったらどうしよう。うん、そでそれに私やっぱり自分で、うん。うん 仕事を続けることだななっっていうのは一個思ったことなんですある種社会貢献したりうん、うん、孫のために尽くしたり、うんうん、娘のためだったり、うん、夫の夕ご飯作りとかもやらなきゃいけないことを <laughs> 義務じゃなくて楽しんでできるように向き合える自分でいることが自分の中であ抜けたなって実感できる日々なので本当に前はもう全部にこ何だろうなんだろう リ押しつぶされてる感覚があったのであああのでもねやっぱりお天気悪いとね気持ちもちょっと暗くなるんですそうなんですよねこれが秋田がこれからちょっとねどん天が多いんですけど今日はいい天気でよかったんですがあの綾部さんなんか天気を良くする方法ってなんかないんですか <laughs> 行動療法ででないですかそうですね、はい、それがあったらものすごい有名になるんじゃないかなと思いますが <laughs> あのなかなかあの定期を操作するっていうのは難しいんですけれども。うんあの 三島先生の,あのスライドの中にもあったんですけれども、うん、その光の,あの、まあ、強い光を浴びる光治療っていうものが、うん、あの実はありまして、ねうん、そういったものをあの日常の中にもこう使うとか、うん、まあ少なくとも晴れていればあのカーテンを開けるとか、うん、なるべくこう朝起きた時にこう光を浴びるっていうのは、うん、あのとても重要だというふうに言われています。なるほど それ大事ですねねきっとね、うん、で私ね一ついいですかお聞きしたいの,、うん、あのちょっと気持ちが暗くなった時に自分をちょっと日常から離れた空間に持っていけるようにするっていうのを心がけていて、うん、あの本当ちっちゃなことなんですが花屋さんに行って<お>あの仏壇の花を、まあ、買うんですけど花屋さんにいるといろんな花があるじゃないですか、うん、とカラフルなものに取り囲まれていい匂いがするとなんかそれだけで。 あの自分の気持ちがちょっと落っこった時にあのこうアップするっていうか、うん、あと若い時に好きだったの音楽みたいなのを流して家事をするとかああそういうことはちょっとはやってるんですけどどうどうなんでしょうあの素晴らしい取り組みだと思います。あああのどうしてもあの、うん 何かこうストレスを感じたりこう気分が悪い時に毎回海外旅行に行くとか、うん、そういったことできないですよね、うん、そうすると日常生活の中でほんの些細なことあのお金がかからないことでも全然結構なので、うん、そういったことをです、ね、たくさんあの用意しておくっていうのが実はストレスのコントロールにあのいいというふうに言われています。 夜の入浴っていうのもなかなか、ね、先ほどのリラックスっていうのと一緒でですすよね。そうですね。そうん、先ほど筋脂管法っていうのを紹介させていただいたんですがあれよりももっと簡単なことにあの呼,呼吸法というものもあるんですね、うんうん、なのでこうゆっくり息を吸ってゆっくり吐くっていうことだけでもやっぱりこうリラックスしてきますのでそういう時間をあのきちんと作るっていうところもあの大事重要かなというふうに思います。 あの一つ質問していいですか、はい、私が自分で自分を甘やかした一個としてあのお菓子を食べるっていうのがあったんですけどそれをやりすぎて私4キロ半太っちゃったんです <laughs> で今減量中でお,あのお菓子をなるべくやめようとしてるんですけど、うんうん、ちょっとだったら気分転換にはいいちょっとその暗い気持ちを穏やかにする効果って本当はあるんですか そうですね、ちょっと私が適切かわからないんですけれどもあのその食べ過ぎとかではなくての意図的にこう気分を変えるために取るっていうふうにあの活用するのはあの良いことだと思います三島先生 OK で,、ね、ーーですか食べても OK ーーですかえっと、まあ、よくあのイライラ落ち込んだ時に甘いものを食べるっていうのは脳幹学的にも証明されていてですねああ あの炭水化物を食べると、うん、もう血糖値が上がって、うん、その後細かいことは省略しますけど、うん、最終的には脳の中に、うん、まあセロトニンというあの<あ>気分を調節するホルモンが、うん、増えることが分かってましてね, 2>, あそうだね2時間以内に増えたりするで,<あ>ですのであの甘いものを食べた時に少し気持ちが和らぐっていうのは実は昔から研究されていてそういう証明もされてるんですね、まあ、食べ過ぎは問題ありますけれども。 むかついてチョコレート1箱食べたことがあるあチョコレートい,いって言いますよねそこであの三島先生とかあのー、えー、あのこうリラックスするためにお酒を飲むっていう人もいますよね、はい、それはあうつとか不眠のためにはいかがですかあのー 私もお酒好きなんですけどよくはないです。もちろん晩酌だとかですねほどほど楽しむのはいいと思いますけど例えばよく言われているように寝酒っていうのが飲んだん。眠気は確かにくるんですけど深い眠りは逆に減ってしまったりとかですねそれからアルコールを常習するとやはりうつリスクは逆に高くなるということが分かってますので残念ですけど。 まあ健康法としては決して進められるものではないわかりました、ね、これは大事なメッセージですね、あのチョコレートはいいんですけれども、そこにお酒に走ってはいけませんよということですね、はい、あの内藤先生もそうですもんね。 まあ、私も飲む方なんですけども一応、まあ、世界的に権威のある雑誌なんかではアルコール、やはりあの、まあ、今回、うつがテーマですが、うん、その先を見据えて、うん、認知症のリスクっていうのもございますので三島先生がおっしゃるように過剰な摂取は本当はた<か>しなむ程度っていうしか言えませんね。 お蕎麦ラーメン屋さんんに行っちゃいまますもね、ね。最後まで、ね、あの私一応最近お酒も控えておりましていいですね。はい、でもねほんとお酒をちょっといただくと、うん、あの気持ちリラックスするんですけどリラックスするとどんどん行っちゃうんですよねそうですねはい、はい、気をつけましょうはい皆さんもほんとにあのお酒は少量がいいと分かってるんですがそこで止められないので苦しいんですがあのやはりまあこれはご家族の協力も要りますね今日はこここまででで。すよとということで、えー 仲良くやっていいいたただきたいなと思います <laughs>、はいえー、次は、ですね、あのー、それこそ内藤先生に同じような質問が来てて、ですねいきなり、まあ、お酒飲みすぎると認知症良くないっていう、今、認知症にいろいろあると思うんですが、予防策とか、予防薬とかあるんでしこれ、ちょっと逆説的なお話をいたします。 アルツハイマー病になりやすい因子ですね例えば生活習慣とかいろんなものがございます環境因子とか今言われているのが中年以降の方であれば難聴ですね難聴なんですよコミュニケーション能力が低下しますので脳のやはり活動性が鈍る難聴が今一番注目されてるそれからあと LDL コレステロールです、ね、いわゆる悪玉コレステロールそれからうつとかございますでもう少しあの高年齢になると、まあ、また別なリスクが出てきます、うん、最近言われてるのはあの社会的なな孤立なんですね、うんまあ、さ先ほどあの安藤さんの冬にやっぱりどんよりすると気分が見えるっていいますけど、うん、特にやっぱり秋田県なんかは冬になると雪で。 活動性がどうしても制限されちゃいますのでで,す、ね、できるだけまあいろんなこうつてとか、うん、いろんなこう催し物とかあればです、ね、それをこう,うまく活用して外に出てほしいというのとあと空気汚染が言われていますただ秋田県の場合あの都心部に比べると空気はきれいだと思いますので、うん、秋田においてはあまり関係ないかもしれませんが最近の研究ではそういうことが分かってますね。 数少ない明るい時にやっぱりこう火を浴びて健康あのコミュニケーションを取るということですね、す今あの、難聴はいろんなところで言われ始めてますね、すコミュニケーションにあの不足に陥りやすいので良くないということが、ですね。もう安藤さんは大丈夫ですか、耳は。私あの、若い時にあに結核やって、パスとかのあの辺の強い、うん、あの薬で、左の耳がもともとちょっと難聴気味なんで。あやま

実はこれね、あのうん、五木ひ之先生作家の<ー>あの方93歳から94歳でいらっしゃるんですけどうん、うん、耳がまだ全然衰えないでなぜかということをあの、うん、調べていただきました、うん、そうしたらその体操をしてらっしゃったんです<ー>それで全部耳をこうやって引っ張って、はい、あの痛いんですよねあの引っ張ると痛い部分があるんでそこは丁寧にやり。うんうん ここにちょっとポコってとんがってとかあるでしょ、ね、こ,これもちゃんと指でつまんで、こうやって刺激をするっていう体操をその話を伺ってからやってたらちょっとなんかいい感じがします <laughs> 三島先生どうですか <laughs> 専門外でありますが <laughs> まあ、あの、信じます <laughs> <laughs> でもやってみるのは悪いことではないと思います ちょっとまあ、あの心配だった耳鼻科の先生に相談されてですね。そうですね。あのお風呂でこういう体操していいですか。多分耳たぶをこうくるくるするぐらいは全然問題ないと思いますけどね。はい。なんかね、この前週刊誌見たこの押してポンってやるのは、あのいいっていうのやっぱり出てました。あ、そうですね。押してポンですか。あの軽くこう抑えて、ポンってやる。あの、ちょっとポコっていう感じがする。あの感じですね。やってみます。はい。 でえー、っと秋田県の,あの高橋さんに、えー、相談もこれもたくさん来ておりましたがあのゲートキーパー活動っていうのが大事だっていう話がありましたあの私も感動したんですがあの声かけとかあの秋田県の方々って結構あのこう引っ込み思案というかおとなしい人が多いので。 まあ、隣人の方とか友達が何か調子悪いし最近声かけてもいろんな会に来ないなと思った時に声がけのコツって、まあ、高橋さんに聞くのも難しいかもしれないかかあるんですかそうですねやっぱり秋田県の皆様に奥ゆかしい部分があって私もそうなんですけれどもなかなか声がけするとのは難しいんですけれども <laughs>、うん、でもまあそれってやっぱり。 あのその人のためにと思えば、ですね、うん、一言もその一言が出るということもございますので、まあ普段からの,そのコミュニケーションをよく取っていれば、うん、仮にそのタイミングとかが違ったとしても、ですねそこはお互いまた許してもらえるっていいますか、また次の機会につながるものですの、ね、で、まずは勇気を出して、その一声をお願いしたいと思っています、うん、勇気を出して一声安藤さんは何かありますか、最近、そういうこと。 あの最近、お友達とかがなんかえと調子悪いんじゃないかなと思うようなことってありますかあ私、LINE をやっていてあのしばらく連絡が来ない友達には元気っていうのを結構送ったりしますし友達からも来るので,であと、近所の人は本当に意外とこうなんだろう町内会みたいなのすごい結束が固いので。 最近地方多かったって道歩いてると、うん、あもうちょっと今度地方多いのよみたいな会話をするのでああるまあお互いにあの生存確認っていうかそういう感じで声かけはしてます。まあやっぱりあの高齢者の世帯が多くなってくるとお声掛けしないとやっぱりあのね調子悪いかどうかもわかんないですよね。あの若い人は会社とかそういうところであのコミュニケーションを取る方法はありますけれども。 高齢者っていうのはもう本当近所それからご家族しかないっていう感じがありますので,、ね、でも私思ったんですけど、うん、自分の同世代の人よりも、うん、もっと若い世代の人と、うん、友達増やそうと思っていてその何十年も前からうちの母がずっと言ってたのは、うん、もう友達が誰もいないのみんないなくなっちゃったのっていうのをずっと言ってたんですね、うん、でその母の言葉がすごく胸に残っていて だからもう20年ぐらい前からあの若い世代の人とコミュニケーションを取って、うん、で若い世代の話を聞いたり何でしょうそういう友達を増やすようにしてますなるほどあの。今からでも遅くないのでぜひあの若い友達を作るようにしてみてくださいはいあの。だんだん時間が押してきたんですが押してきましたね。あの こう視聴者の方々のからの質問をバーっと見てますとですねあとやっぱり夜目が覚めて寝つけないっていう質問がむちゃくちゃ多いんですねで三島先生これもう夜の例えば4時とか先ほど私も1時よくあって困ってたんですけど3時とかに目覚めたら寝つけないとどうしたらいいんですかえっとあの夜中に寝つ 寝つ,があの寝つきが悪い方っていうのは若い方に多くてですね大体、中高年になって眠れない方はほとんどがまあその途中の目覚めなんですのまず2つチェックポイントがあってですね、うん、1一つは今日は綾部先生のお話にもありましたけども、うん、非常に早い時間帯から寝床に入って、はい、例えば9時前から寝床に入って朝の5時まで、6時までって言ったら8、9時間入ってますよね、うん。うん 89時間じゃゆっくりと毎日のように眠れるって言ったらか高校生くらいまでですだ大体60代だと6時間台<っ>70代ともなると本当に正味眠れるのって6時間切るくらいなんですね、うん、だからそれを夜中のどこで寝るかやっぱり夜中の70代といっても夜中の11時頃から朝の5時頃までの間にあのギュッと効率よく寝るっていうのが。 あとはやっぱりあの体の痛みかゆみとかです、ね、うつ、んまあの話も今日ありましたけども、うん、例えば認知症の始まりなんかでもやっぱりそういう中途覚醒が出てきて、うん、まあだからあの寝方は間違ってないんだけれどもどうしても治らないって言った時にはですね、うん、やはりあの今日いろいろご紹介した睡眠障害その他の睡眠障害も含めて、うん、ちょっとやっぱりかかりつけの先生に見立ててもらうっていうのが大事なポイントなんじゃないかなというふうふに思います。 だそうです。寝すぎぎゅっと寝るっていうのは難しいですね。私はこの牛が最近できるようになった。いいい問題点は、うん、トイレに行きたくなって変な時間帯に目が覚めると<ー>その後が辛い。そうですね。発症して大丈夫。あ同じ<れ>あ？嬉しい仲間がいた。はい、あの私は泌尿器科なのでそういうあの患者さんよく来られます。あれはですねもうあの 睡眠が浅くなってトイレに行くのかトイレが行けなくなって睡眠が浅くなるこれあのもう裏表あのうあの鶏の卵と同じぐらいの関連性があってですね確かにそれは直してあげた方が睡眠がりますだから夜寝る前にちゃんとトイレに行くんですよ、うん、孫に言うのと同じように、うん、寝る前にトイレに行きなさいって言うのと同じようにしてるのに <laughs> その日によって違うんですよ,そうですよね。 うん、飲む量とかお酒飲むとい行きたいない,い,い夜の夜間の尿量増えますので<ー>どうしてもですねなるほどまあそのあたりですね難しいですねはいあのあとですねあの切実な問題ですがご家族がうつとかまああのかなり厳しい状態あのここにはですね自分の息子高校生がうつになってどうしたらいいのかどういう対応をしたら 励ましていいのか、えー、そういった質問が結構ありました。えー、結構あの見にあのつまされるような質問なんですが、あのこれはえっと内藤先生どうですかね。はい、どうしてあげたらいいですか。あのまあ私はやはりあの見守ってあげると。見守ってあげる。うん、あのよく多分皆様のイメージだと、うん、その患者さんを前にして。うん やっぱりかっこいいことを言ってあげたほうがいいとかね、うん、なんかアドバイス的なことを言おうと思っちゃうと思いますが、うん、それ逆効果ですよね<ー>、うん、あのうつの患者さん精一杯精一杯やった末にうつになってるわけなんです、うんうん、もうつまり頑張れない状態なんですよね、うん、そこに頑張れと言っても無理<ー>も追い詰めるだけですなるほど、うん、なのであの決してあの本当にいいことは言ってあげなくていいんですよ そばにいて、お話を聞いてあげてください。うん、で、自分がいつも見守ってあげるそういう存在であるっていうことを分かって、うん、あのわかってもらう、うん。安心感ですね。本当、うん、困った時に、うん、頼れる存在であげてください。それが私からの返答です。綾部さん伊藤さん一言それでいいですか。綾部さんからはい。 例えば、診断がこうついていて治療ということでであればもちろんその主治医の指示だとか、うん、今内藤先生があのおっしゃったような、うん、あの対応でよろしいかと思いますけれども、うん、例えば、お子さんの場合で何かちょっと落ち込みが見られて、うんね、まだ病院には行ってないけど、はい、最近ちょっと調子悪そうだなという時ですねった時には、まあ、例えばあの学校の中にはあのスクールカウンセラーという まあ職種とかいましてでスクールカウンセラーはあの臨床心理士とか公認心理士の資格を持っているものですのでまあ少しそういったものを利用するというのも一つですしあとこう,こうしたらああしたらっていうふうにこう助言をこうしたくなるかもしれないんですけれどそういった時もやはりあの少しこう本人をこう責めてしまうような伝わり方になってしまうのでまあコツとしてはあのよく言われるのがアイメッセージという,こう私を主語にする私はあなたをこう信用す 心配してていいるっううような私はこう思っているっていうような、まあ、伝え方で、まあ、伝えるっていうのも一つかなと思いますなかなかアイメッセージが難しいです私は自分がすごくその時に娘たちが、うん、あのさっきご飯作れなくなったって言った時に「うん、大丈夫だよ」って外に行けばいいんだからっていう、うん、なんか受け止めてくれたんですよね「頑張って」って言わなかったああいい、ね、作っても言わなかったもういいじゃないって。 もう散々もう、うん、人の2倍もご飯作ってきたんだから作んなくていいよって言ってくれたのがすごく救いになったのとあと私が本当にこう背中丸めてもううつの時ってなんかこうシャキってできなくて、はい、ずっとこういう感じだったんですよねだその、ね、背中を何も言わないでこう撫でてくれた時に、うん、本当にもう今は駄だ思い出すと涙が出てきた<ー>もうその時もなんか涙がバーって出て、うん、なんか感情がそこでこう。うん 発散できたっていう記憶があるので。うん、あのお子さんがいらしのそういう鬱の状況だとお母様が何も言わないで背中をただこう。な撫でてあげるだけでも響くんじゃないかなっていう気がします、うんはあ。いいですね。ということでお時間はまだ大丈夫ですか。伊藤さん。あの佐藤さん。お時間は大丈夫ですか。はい、もう少しいいですか。なんか毎回いいところになってくると時間なんですよね。 あの今日あう、うつ、それから心の健康、あの秋田県にとってはです、ね、まあ、日本全体ですね、今、あの切実な問題で、えーこの、どうしたらいいかっていうのをあのお話しいただいてです、ねで、安藤さんにあの自分のお話も交えてです、ねあのこう、トークしていただいたんですが。あの お時間がですね本当にないようですので最後に安藤さんから何か一言あの秋田県に来てですねあのうん秋田県のみ皆様にあのメッセージと言いますかありますでしょうかそんな大それたことは言えないんですけどもあの去年引き続き今年もなんかこういう、うん、あのシンポジウムに参加させていただいてとってもありがあの嬉しくてありがとうございます、はい、あの秋田県の皆さんって多分自分の 気持ちをこう抑え込んでしまう方が多いのかななって私も割とそうなんですよだから普段から自分が思ったこととか自分の感情はオブライトに包んで発散していった方がいいかなってもう激怒してわーって言うんじゃなくて、はい、あの私は夫にそれをやってしまって夫がビビってるっていう状況なんですけど <laughs> あの何でしろ自分の気持ちをこう表にオープンに出せるように、うん、あのしていくとうつのちっちゃいカスはピッ ピッて飛んでってくれるような気がしますすいい言葉ですねいやでねも今日ねさっきおっしゃってらしたように、うんまあ、空をあの晴れた日に見てる,、はい、見るだけでも違うし、うん、私自分がうつになって気が付いたことは胸を張って生きるっていうことは堂々と生きるって意味もありますけれども、うん、息がいっぱいできるんですよね胸を張ると、うん、こうやると息が浅くなるんです私考えたらうつの時ってすごい呼吸が浅くて。うん 大事な酸素が取り入れてなかったなって思ったので何しろ自分が鬱が抜けたかなと思った時から本当に姿勢をなるべく胸を張って息をいっぱい吸っているとこれがすごいんですよ例えば私が鬱の状況でねこうやってねいたらすごいババ臭いでしょだけど胸を張ってこうやって息を吸って立っていたらああ安藤さん 来年もうすぐ77になるわに元気ねって <laughs> 見えないあ,ありがとうございますでも多分生きるってそういうことなんだなと思いますだから胸を張って息をいっぱい吸って笑う顔だけでもせめて笑顔でいると多分うつは寄ってきにくいかなっていう気がしています、えー、本当にはは暗くくても自分の心は明るく 生きていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、はい、どうも様。どうもありがとうございました。ええー、安藤さん、そしてパネリストの先生方、本当にありがとうございました。安藤さんはここで退席となります。皆様、拍手でお送りください。 したいと思います。 そしてパネリストの皆様もありがとうございました。ご談ください 有意義な時間はあっという間に過ぎてしまいましたねそれでは閉会へと移らせていただきます閉会のご挨拶は秋田大学医学部附属病院長の渡辺博之先生ですよろしくお願いいたします 北谷薬附属病院長の渡辺でございます本日はこの心の健康というテーマのこのシンポジウムに多数参加いただきまして誠にありがとうございますこのシンポジウムではうつ不安不眠といった心の健康に影響を与える各項目について 専門家の方々から新しい治験や治療法、予防法、それから支援体制など、いろんなことを深く話していただき、大変私自身も勉強になったと思っております。ただ、こういった心の悩み、 といいっったたもものののは、私たちの日常生活に深く関わっているものです、えー。先ほどの安藤さんのお話にもありました通り、こりうつというのは特定の人間だけに起こるものではなくて誰にでも起こりうる可能性のある病態であるということがお分かりになるかなと思います。 えー、このシンポジウムを通して私たちが共有すべきはこういった心の悩みというものは一人で抱え込む必要のないものであり互いに支え合い理解し合うことによって改善しそして前進していくことができる病態であるということです。えー、講演の中にでも、 中でもです、ね、あの心神相関という言葉がありましたけれどもこの不安不眠それから鬱うつうといった病態は心だけでなく時に身体の方にも影響を与えますですが早期にその状態をみんな理解しそして適切な支援を施されることによって多くの人が そこから回復して元の状態元気な状態に戻った生活にを送ることができるようになります、えー、このシンポジウムを通しまして皆様方がこの心の健康ということに理解を深めそしてさらに一層 みんなで支え合う社会を実現するよう、その一歩を踏み出すよう願っております。最後になりましたけれども、本日、えー、貴重な講演をしていただきました講師の方々、そして、えー、お忙しい中、ここにお集まりくださいました聴衆の皆様方、深く感謝申し上げます。えー、秋田大学はこれからも 秋田県民の健康を守るため医療と福祉の充実に尽力していくつもりであります、えー、以上簡単ですけれども私の挨拶とさせていただきます本日は誠にありがとうございました をもちまして秋田大学医療フォーラムを閉会といたしますなお本日のフォーラムの模様は今月30日土曜日の秋田先駆け新報に掲載されるほか同日午後2時から秋田テレビで特別番組として放送されます皆様本日は誠にありがとうございました